それでは次に方程式が2つ以上の場合にパラメータ表示を考えていきましょう。問題として xyz に関する連立一時方程式の拡大係数行列が次のような形で与えられる時にパラメータ表示を求めようという問題を考えています。行列はこのような行列で方程式に直すと最後の3行目は全部0ですので まあ書かなくていいです、ね、したがって本質的に方程式としては x プラス 2z イコール1と y プラス 3z イコール4という2つの方程式を表すことがわかりますここで後ろからパラメータを置くという法則にのっとって z を t と置くことにしますそうすると各方程式から x イコール,コール4マイナス 3t となって xyz がいずれも t を決めれば確定するという状態にできますでは次に xyzw に関する連立一方程式の拡大係数行列が次のような時に考えてみましょう方程式はすでに出ていますがこのような形の方程式ですね ここでも w を t と置くと各方程式から x と y と z がそれぞれ定まって確定することがわかりますこのようにこのような形をした拡大係数行列を持つ方程式連立一次方程式は変数を1個パラメータを置くことによってすべて各方程式から各一つ一つの方程式からですね パラメータで定定まる確定する確すということが分かりますこのようなことが起こるのはもちろん係数行列が今特別な形をしているある特徴を持つので各方程式が独立であってこのように求まるわけですね。またパラメータの数は変数の数マイナス方程式の数になっていることも分かります。 最初の例で3、4成分がもし、3、4成分ですね。ここですね。ここがもし0でなければ解なし、解なしなんですけれども、まあ、ここではそのようなことはちょっと考えずに置くことにします。つまり、0x プラス 0y プラス 0z イコール1とかなったらですね、x, y, z は何を代入しても満たしませんので、その場合はまあ解なしなんですが、 今は、まあ、そういう場合がないと。解はあるという場合だけ考えることにしましょう。では、一体どのような形をしていれば、今のように解けたんでしょうか。今の行列を、ここに列挙してみると、このような形をしています。もちろん、これは階段行列になっているわけですが、階段の段の列、すなわち、1、1ですね。この列、1列目、2列目、 2つ目の行列では1列目2列目3列目はいずれも基本ベクトルになっていることがわかります。例えばこの例の場合は階段の段の列は1行目が一段1列目2行目が3列目になっていますがいずれも基本ベクトルになっています。ですから1列目2列目が E1E2 になるという意味ではありません。 階段の段になっている列ですね。階段の段になっている列がそれぞれ E1、E2 基本ベクトルになっているということです。同様に最初に、最初が0ベクトルであるというケースもあり得ます。これは例えば平面の方程式で y たす z イコール1のような場合を考えてみると、x のケースが0ということは当然起こり得るわけで、そのような状況はあり得るわけですね。 変数としては設定されているけれどもその変数に関しては何も制約がないということがありえます。またこのような例の場合も飛躍階段行列であって、e、123、e e、がずっと連続する必要はもちろんないわけですね途中で飛び飛びがあっても階段の段が飛び飛びになっていても構わないのでこのようなことが言えるわけですね。 また1行だけという場合もランク1の行列であれば先頭の一番最初の段のところの列を0でない数のところを割ってやれば1にできますからこのように必ず飛躍階段行列にできます。いということで飛躍階段行列への変形を考えていくことにしましょう次回は変形の具体的な説明から入っていくことにします